最初の出場者はヨーロッパのベルギーから。チョコレートの本場としても知られるこの国には、名物のチョコレートよりも甘い歌声を持つと話題の女子大生シンガーが、チョコレートボーイズの女子大生、そこで緊急取材。あなたがマイケさんですか？マイケ。ベルギー代表、チョコレートボーイズを持つ女子大生マイケ・リッツヴィル。現在ベルギーの大学で日本語を学ぶ現役の女子大生。彼女の歌声を聞いたことがあるという同級生は、Really like an angel, so you have to listen to her. It's like the word Diva was invented for her. そんなマイケが選んだ曲は、生き物がかりのありがとう。2010年にリリースされた NHK ドラマゲゲゲの女房の主題歌としてもおなじみのヒット曲。ある歌詞に感動しこの曲に決めたという彼女、それは、あなたの夢がいつからか二人の夢に変わっていた。 And I think it's a special meaning because she's saying your dream became our dream。チョコレートボイスを持つベルギーの女子大生シンガー、その歌声とは。My name is Maaike Ritselveld, 18 jaar en ik kom uit België. さあ、それでは歌っていただきましょう。生き物語の大ヒット曲、ありがとうです。完璧ですね。全く違和感ないです。最初の方になんか苦笑いっていう言葉があったんですよ、はい、それは完璧だったんですね。苦笑い、難しい日本語出てきますもんね。詩が、もうこういう17、18の女の子ってみんなそうじゃない、はいはい、ありがとうって伝えたくて、はいはい、その感じが、はいはい、あ、国を超えても、この年頃は憧れるんだなって、こういう歌に。可愛かった。アッコさん横でずっと歌ってました、一緒に。そう。口づけあんでた。アッコさんの声も可愛かった。もうね、もう美味しくて。さあ、それでは参りましょう。点数の発表です。マイケさん271。271。はい、どうもありがとうございました。マイケさん、プロトップバッターでございます。